西仙台ハイランド駅は、かつて、宮城県仙台市青葉区桜宮座坊目駅にあった、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。2014年3月14日限りで同線の八つ森駅と共に廃止となった。存在していた当時は、臨時駅だった。1987年に、西仙台ハイランドへの最寄り駅として設置された。駅名はそれに合わせて命名されたものである。 ただし、駅から約3キロメートルほどの場所にあり、多くの利用者は自動車を利用するため、乗降客は少なかった。当時は駅から送迎バスが運行されていた。開業時の西仙台ハイランドの所在地は宮城町だった。同町は1987年に宮城町が仙台市に編入され、1990年8月に施設名が西仙台ハイランドから、 仙台ハイランドに改称されたが、駅名は変更されなかった。以前は、土休日に一部の列車が停車していた。2003年のダイヤ改正以降列車の停車が、設定されておらず、事実上休止状態となっていた。仙台ハイランドのウェブサイトの交通案内ページには2004年度より、当駅の利用ができなくなった旨の記載がなされ、同サイトの交通案内地図でもこの駅は描かれなく、 なった。作波駅や熊毛根駅より電話をすれば、迎えが来るようになっており、熊毛根駅にはその旨掲示されていた。なお、仙台ハイランド遊園地は2015年8月30日、仙台ハイランドカントリークラブは2016年11月30日、限りで閉鎖され、仙台ハイランドの施設はすべて閉鎖された。駅や土地式ホーム一面一線を持つ、地上駅。 愛子駅によって管理されていた。開設当初からの臨時窓口があり、そこで乗車券が発売された実績はあった。列車の停車がなくなってからは、ホーム上に立ち入る階段にロープが張られ、立ち入り禁止とされていたが、臨時窓口は最後まで残されていた。臨時駅ではあるが、JR の特定特市内制度における仙台市内の駅とされていた。ありがとうございます。